はい、皆さんこんにちは。 iPad Pro については、まあ、11インチなんかね、こういったまあスマートフォリオを使ったりしますけど、まあ、あとはスリーブについてもね、このまあスマートフォリオをつけた状態で入れられるものなんていうのが、まあ、結構出回っていて、でしかもまあこれらのスリーブはまあちゃんと11インチの iPad Pro に合わせたものだったりして、まあ元は 10.5 インチの iPad Pro で買ったものを、まあ、うまくね、使えるような感じなんですね。まあ、ところがね、12.9 インチの iPad Pro については、まあそういったぴったりサイズのスリーブっていうのが、なんかちょっとね、Amazon でいろいろ探してもなかなか見つからないんで、まあ仕方ないんでね、まあ13インチ用の、まあこのノートパソコン用のスリーブですよね。まあ、それをまあ使ったりしていて、でただね、それを使って入れるとこういう風にまあ余っちゃうわけですよね。どうしてもこのサイズがね違うんでね。で、まあ、この裸にして例えばね、モフットのマグネットタイプをつけて使う場合もですね、まあ、この裸で置いとくとね、やっぱ傷がついたりするんで、まあ、スリーブに入れときたいなと思うんですけども、まあ、ところがね、まあ、これ裸でも当然ですけど、まあ、このスマートフォリオをつけている以上に余ってしまうということで、でもうそれについてはね、いろいろ探したんだけど、ぴったりサイズってなかなかなくて、まあ、その歌ってるものでもね、余ったりとかね、まあノートパソコン用でも余ったりと、まああんまりね、いいものが見つからないできています。で、まあちょっと前置きは長くなりましたが、まあそれを解決できそうなものを Amazon で見つけました。新製品ではないんですけど、こちらがスティックイットといって、この裏と表がね、貼り付くタイプの風呂敷のようなものなんですね。で、まあもしかしたらね、これでブカブカなスリーブのね、解決策になるんじゃないかと思って買ってみたわけですけど、まあこちらの使い心地、まあその辺をね、チェックしていきたいと思っています。はい、ということでこちらスティックイットという、まあ貼り付く不思議な保護クロスというふうにね書いていますけども、開けていきたいと思います。でなんかちょっとね、似たようなものがモフットの本国サイトで売ってるんですけどね、まあなんか発売時期はだいたい近かったようなんで、まあなんかどっちが本物とか偽物とかっていうよりは、もしかしたらモフットの方が OEM なのかもしれないですけどね。で、これね、ちょっとね、開けていきたいと思いますがね、これ早速ね、貼り付いてるんですね。ベターっと貼り付いています。で、まあ、このようにね、裏側はグレーの生地になっていて、表側がこれ、ブルーのね、水玉になっていますが、柄はね、何種類もあるんですね。で、こことここはつかないけど、こっちとこっちはつくという感じで、うん、結構ね、粘着力というか、吸着力というかね、ベタッとしていますけども、で、生地自体はね、さらっとしているんですけどね。で、早速、この iPad Pro の 12.9 インチをちょっとね、包んでみたいと思いますが、で、まずはね、このようにスマートフォリオをつけた状態でのチェックですけども、まあ、これ、スマートフォリオの場合は、サイドの保護がないですから、バッグなんかに入れる場合には、ちょっと心もとなさがあります。まあ、そういう時にさらっとくるんで、持ち出してバッグに入れればですね、まあ、これ、保護もできんのかな、なんてね。まあ、そんな腹積もりですけど、まあ、フィット感含めて、まあ、もちろんね、この折って重なった部分は若干分厚くはなりますが、まあ、悪くはないですね。で、これ、表面はね、なんかプリントみたいな感じですけどね。で、取り出すときどうでしょう？割とこのスマートフォリオって摩擦感があるんで、まあ普通のスリーブでもたまにサイズビタビタだと引っかかることありますけど、やっぱちょっとね、硬いみたいですね。少しこうやってめくったりの補助をしながらでないと出てこない感じはありますけどね。まあそういう意味ではさっと取り出すという感じのものではないみたいですね。で、まあ逆にこの3箇所折った状態で入れられるかもね、チェックしてみますけど、で、この場合はね、残念ながら、こうやって入れるのはね、結構厳しい感じはしますね。まあ、伸縮性がなくはないんですけど、やっぱなんせね、摩擦感が強いので入っていかないみたいなんで、まあ、これだから入れるときはね、結局こうやって、まあ、くるみ直さないといけないという、まあ、そういったものなんでしょうけどね。で、まあ、例えばじゃあ、裸だったらね、どうなんでしょうか。で、裸の場合は、まあ、表面ね、アルミとかですから、摩擦感あんまないんですけどね。まあ、こういったモフトのマグネットタイプのスタンドを貼り付けた状態で入れようとすると、まあ、この場合ね、3箇所畳んであってもスッと入っていくんで、
まあ、こういう使い方の場合にはね、結構有効なのかなっていうね、ところですよね。うん、だからまあ自宅なんかでね、このモフトのスタンドで裸で使う用途の場合には、まあ、こういう状態でくるんでおけば、まあ自宅で何かにね、ぶつかって傷つくことがないのかなってところで、まあこの使い方が一番ベストなんじゃないかなとはね、思いましたね。まあ昨日スマート捕虜の純正品セールで買っちゃったばっかですけどね、この使い方がまあ一番向いてるようなね、感じがいたします。はい。で、iPad Pro の11インチはどうでしょうか。まあ、これサイズは47センチ角なんですけど、まあ、若干大ぶりで、もう一つ下のサイズを買った方が、この11インチには向いてるみたいなことが説明書きに書いていましたけどね。で、まあ、これについても、まあ、こんな感じで、まあ、一応ね、重なる部分はちょっと多くはなりますけども、まあ、意外とね、収まりよく、こう、くるむことができるんで、まあ、いろんなサイズに対応できる汎用性っていうのはね、非常に優れた製品ではないでしょうか。で、MacBook Pro の13インチですけど、まあ、これについてもね、まあ、一応サイズの範囲内と書いていましたけども、まあ、こんな感じで、1箇所、2箇所、3箇所折り込んで、最後ね、4箇所折り込めば、まあ、これでね、ピタッと、まあ、なんかね、あまりのない感じで、くるむことができますね。うん、これもね、なかなかいいんじゃないですかね。まあ、MacBook Pro って比較的頑丈なものですから、まあ、歪みとかそんなに気にしなくていいので、まあ、このくるんで外側だけを保護するという意図ではね、とてもいいんじゃないでしょうか。なんかね、MacBook とかサイズが変わるたんびにスリーブとかハードシェルとか買い替えるのもね、バカバカしいですからね。これ1枚持っとけばどんなサイズになってもいけるという感じですよね。はい。で、16インチの MacBook Pro だったらどうでしょうか。で、こちらね、ちょっとギリギリ感あるんですけど、ここはね、畳んでも、まあ、つかないんですよね。で、こうやって、短い辺の方を先にこうやって貼り付けて、で、残りもね、こうやると、まあ、貼り付くんで、まあ、こういう使い方かなというところですけど、まあ、ただね、ちょっとこう、角っこなんかギリな感じがあるので、まあ、16インチが主な用途になる方はね、ワンサイズ上を買った方がいいのかもしれないですけどね。まあ、ただ、まあ、16インチ、13インチ、あとは iPad とかね、使う方にとっては、まあ、これでね、いいのかなというね、ところですね。で、カメラの方もね、チェックしてみましたが、まあ、ちょっとね、カメラ用としては若干デカすぎる感じなんですけど、まあ、この重なった部分を使って、バックルとかが当たらないように、こうやってくるむこともできるというね、感じで。うん、まあ、これもサイズをもう1サイズ、2サイズ下のを買えばバッチリじゃないでしょうかね。で、もうちょっと大きい普通サイズの一眼です。これはまあ GH5 ですけど、まあ、これはこうやるのがいいのかな。こっちから先がいいのかな。で、まあ、こんな感じで横に包んで、で、このレンズ側畳んで、まあ、やり方はいろいろだと思いますけど、まあ、こんな感じでね、まあ、バッグに入れるときにはいいのかなというね、とこですね。で、あとはストラップ付きの一眼ですけど、まあ、こういうね、ストラップついてると、意外と、まあ、そのまま使えるか気になりますよね。で、まあ、こういう感じで、合わせのところにストラップの根元を持ってきて、まあ、こうやってくるむと、意外とね、問題なくできるみたいですね。こういう感じですね。まあ、これでやれば、首にかけて、ね、外側保護することもね、可能なんで、まあ、こういう使い方もできるので、非常に自由度の高い製品となっているようですね。で、あとはこれジンバルですけどね。まあ、これは DJI のやつ。で、まあ、これについてはスティックイット自体がちょっとオーバーサイズ感ありますけど、例えばね、このミニ三脚も含めてこうやってくるんだりはね、できるみたいなんで、まあ、若干かさばるようにはなりますけど、バッグに入れるときには保護にもなってね、いいのかななんていうね。まあ、そんな印象を受けました。はい。で、最後ね、注意点です。で、Apple Pencil については、まあ、マグネットで付けて包むこともできますけども、まあ、ただね、この包んだ状態で若干こうね、動くこともあるんで、まあ、そこはね、注意が必要かもしれないですね。で、あとはね、これ表面については柄がプリントになってるんでね、起毛の状態、こう、触り具合によっては、まあ、ちょっとね、白い下地が出てくる感じもあるんで、まあ、その点はね、そういうもんだと思って使わないといけない製品ですね。はい。てなわけでね、こういったモフトなんかをつけて裸で使いたい人にとっては、まあ、日頃の傷なんかね、気になると思うので、まあ、この今回のね、スティックインは非常にね、いいんじゃないかと思います。まあ、この iPad Pro 12.9 インチに限らず、MacBook Pro の13インチとか、まあ、11インチの iPad Pro なんかにも使えるのがね、いい点ではないでしょうか。
で、まあ、こちらですね、お値段は2780円で、柄とか色については7色ぐらいあるんですね。で、サイズについても4つありますんで、まあ、ご自身がね、何をくるみたいかによって結構ね、選択肢はいろいろあるので、いいのではないでしょうか。まあ、こちら iPad とか MacBook に限らず何を包んでも、まあ、傷防止なんかにはねなりますから、まあ、結構1枚持っとくと、安心感があってね便利なのかななんていうふうに思いました。まあ、iPad とか MacBook、まあ、お気に入りのスリーブとかねケースが見つかるまでのつなぎとしてもねいいですから、まあ、この汎用性っていうのはねとてもいいんじゃないでしょうか。まあ、なんか信じていいかは別として、Amazon の評価レートも、まあ、高めにはなっていますよね。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。